はい、どうもメッスです。今日はですね、タイトルの通りサッカー代表国クイズ第2弾をやっていきたいと思います。前回第1回目は、まあ、大体ね3ヶ月ぐらい前にやったんですけれども、まあ、その動画のねコメント欄でめちゃくちゃ来てたのがこれということでね、今回は前回に比べてねぐっと難易度をね上げました。全部で5問です。ただね、あまりにももう全くね聞いたこともないような国だともう答えようがないので、ある程度有名なクラブに所属している選手がいる国を選びました。でですね、もうはよ問題いけって感じだと思うんですけれども、前回同様ウイレ配信者呼びました。前回からね1人プラスしたんですけれども、まあ、そちらの方のね回答も一緒に合わせて見ていただきながら、いろいろねどの国か考えていただければと思います。でですね、ちょっとルール、これ前回と同様なんですけれども、ルールもね簡単に説明していきたいと思います。今回撮影したのが2週間ぐらい前なんですけれども、まあ、2週間前の時点では最新作のウイレ2021が出てないので、ウイレ2020での初期の状態ですね、デフォルトの状態での選手とフォーメーション設定になってます。なので今現在でのねリアルの方での各国代表のね選手だったりフォーメーションがね、ちょっとそこで差が出てきているかもしれませんが、そこはご了承ください。でですね、ウイレ配信者と同じタイミングで問題を出すといろいろ頻度が出てしまうので、今回もですね最初の10秒間は問題だけ出してみたので、そのタイミングでエンブレムを見てどの代表かねちょっと考えてみてください。でですね、最後皆さんにご報告しないといけないことがありまして、ミスりました。はい、ですね、とあるウイレ配信者に指摘されまして、問題をねいろいろ出した後に一つねミスが、一つというか一つの代表国でミスが見つかりました。もしかしたら他にもあるかもしれない。ちょっとですね、修正版を出そうかとも思ったんですけれども、まあそこはねあえてちょっと修正版出さずに、そしてねこの動画でもどこが間違ってたか特に載せません。なのでこれね、ミスってるところも分かったらマジですごいと思う。俺はね、ちなみに全然指摘されるまで分かりませんでした。なのでちょっとね、本当に申し訳ないんですが、とあるね、国で一つミスが見つか、一つというかね、とある国でミスが見つかってしまいましたので、そこはご了承ください。ということで、ウイレ配信者たちは何問正解できるのか、そして皆さんはウイレ配信者に勝てるのか、スタート！わかんねえ。ちょっと待てよ。え、さあ、これはまあ第一問なんで割と。マジで。ちょっと待って、第一問。個人 DM でね、お願いします。だってもう左下の旗何あれ。マリオ。いや、キーパーですらわかんないもん。エイバルのキーパーっすよね。エイバル。うわ、待てよ。でもさ、ところどころにさヒントあるよね。そう、強豪国のね、あるよね、強豪クラブが ね、なんかあるよね、ここを読み取れれば、はい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 、はい、下かどうかもわかんないけど、ウディさんどうでしょう。はい、すいません、いきます。メロンパンさん、これ自信あります？いや、ないです。おい、わかりませんってきたぞ。ウディ正解はセルビアです。おー、ちょっけ。3人正解。え、あれだよね、これミリンコビッチだよね。そうそうそう、ミリンコビッチだから。いやー、おめでとうございます。素晴らしい。あれ、なんだっけ、セルビア。セルビアですね。あー、もうセルビアっていう名前が出てこ。正解でした、これ正解。ワイシさん、メロンパンさん、かけそば正解。あ、待って、ちょっと中盤激アツじゃない？バルサ、レアル、インテル。あ、分かったかも。あ、分かった分かった。おー、分かった。これは簡単だわ。これ簡単、これは簡単、これは、でも秒で分かった。分かったわ。これです。はい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 。あそこの名前、これが簡単。さあ、送っちゃって。あー、素晴らしい。2人正解。Yes. マジ？正解。中盤がもうポイントすぎる。え、ワイス、ウディさん？いや、わからんよ。ゴールキーパーのその国のね、ヒント1個2個目もないの？あ、待って、あれってさ、ああいう名前だっけ？てか、こっちの、はい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 、令和兄さん正解。
よーし、じゃあもう送っちゃい。オッケーオッケーオッケー、メロンパンさん正解。おお、よかった。いやでも全員答えてます。あー、オッケー、正解、全員正解。合ってる合ってる。おめでとうございます。よかった、これ超楽しいね。これやだ俺。うるさいが、浅はかな知識がバレるわ。リバプル、リバプルだぞこれ。リバプル来たぞ。めっちゃ尖ってる。なんかアーセナルだな。いやでもこれもこれしかないな。早っ。え、いや、いやでもこれしかない。ピンとこねえ。はい、メロンパンさん正解。オッケー。さすがです。ないすよね。さすがです。え、だってあのトップ下のマーベルは何あの。トップ下のマーベル。マーベル。わかんねえよ。わかった。あ、これあれだわ。うん、あのリバプールあいつだ。うん。え、そのピンとくるやつ。いやうん、リバプールはピンときた。あの、わかった。結構有名ですか、ワイツさん。うん、有名。これさ、自分、これでいきたいと思います。オッケーです。いや、じゃあ俺もこれでいくわ、もう。ちょっと待ってくださいね。これ正直、勘だわ。この2人の、2つの共通でしか。あ、でも多分、これだと思うんだけどな。うん。第3問、正解は、エジプトです。はい。え、マジ？さあ、エジプトなんですよ、これ。エジプトなんですよ。じゃあ、これあれか、中盤、エルネニーか。おー、すげえ。何この方面、キモ。なんだ、白黒の代表。え、この白黒の B はまだあれ、解放されてないキャラクター、これは。解放されてる。ゲームクリアで出てくれじゃなくて。ウディさん正解。よっしゃ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 。ウディさん正解です。俺し IMG だな。え、カゲスマ正解。ってことなんだ。オッケーオッケー。これだ。え、でもこんなメンツだ。結構素晴らしい例は。これ正解は、スイス。そうですよね。おー、メロンパンさん全問正解中。セキュロビッチだ。じゃあ最終問題、これノーヒントでいきましょう。オッケー、了解。本当にこれはね、マジでむずい。めちゃくちゃむずいですか。これは誰もわかる人いないと思う。いきます。ソフトルドネス。マンチェスターシティと、これウエストハム。ウエストハム。オトロント。で、クラブ、なんじゃでしたっけ、ベルギーのとこだ。確か。リーガーなんか。え、みんな詳しい。え、これさ、俺そもそもシャフタールドネツクって俺初めて作ってて知ったな。これ有名なの俺。お、そこそこ。あ、そうなの。チャンピオンズリーグとかも出てました。うん。多分な、これシティのやつ、ウィーレ的に本適正じゃないんだよな、場所的に。え、マジで？そうなの？うん。ウエストハム。もうセンターフォワード勝負でいくわ、もう。センターフォワード勝負？違うかな。じゃないと。じゃあ、シャフタールのもセンターフォワード俺覚えてるから、もうそこでいくしかない。これかな。じゃないです。わかんねえ。おい、ちょっとみんな聞いてください。聞いてください、皆さん聞いてください。どうしました、どうしました。あの、令和が裏で聞こうとしてきます。DM でしつこく聞いてきてます。ちょっと兄さん、ちょっとダメですか、それは。裏で聞いてこようとしてます、令和が。おやめろって、マジで。マジやめろって。今4問正解して気持ちよくなってんだから。ラスト令和だよ。え、マジ俺だけ。うん、全員答えた。じゃあもうなんかそれっぽいね。よ、いや俺こんなんじゃなかったかな。正解はなんていうの、あそこウクライナでした。全然見当違い。かけそばと、あ、かけそばじゃねえや、ワイスさんとレイバがアルジェリア。おー、俺もアルジェリアだと思った。だってあのマフリズだと思ったもん。マンケン、いや、これあれジンチェンコっすね。そう、ジンチェンコ。へえー、すげえ。ジンチェンコってさ、中…え、さ、え、ディフェンスの選手じゃない。そう、いやだからサイドバックよ。これレフトサイドバックなんで、
そうだよね。だからもしね、シティの本適正の場所で置かれてたら確信だったんですけど、ちょっと迷いましたね。あ、なるほどね。確かにだいぶ上がってるもんな。うわ、わっかすごいな。あ、でもカゲソバはまあ偉そうに言ってるけど、まあ一問ミスってるからな、エジプト。情報系なのんだ、二度と。エジプトまあ、薄々気づいちゃってる通り、今日は第2回サッカー代表国開催。いや、もうやだお願いします。難易度アップバージョンで、もうちょっとね、早速やっていきましょう。はい、了解です、了解です。もう死のもの言わずに、はい、やっていきましょう。みんなは、みんなはどうでした？全問正解者一人います。うおー、いるんだ。メロンパンさんです。おー、さすが。はい、メロンパンさんが全問正解でした。おお、なるほど。はい、いや、むずくね。これ第1問です。むずくね、いきなり。まあそれはもうパーンと答えてまっちゃって。ちなみに制限時間とかあります？制限時間はとりあえず設けずやりました、今回は。待って、大丈夫だよね。ちょ、この辺怪しい。いきます。はいはい、どうぞ。セルビア。ちょっと待って。はい、いいですよ。この逆にこうビッグクラブがめっちゃいるのがわからん。さあ待って、もうちょっとだけいいですか？あ、全然いいですよ。みんなもっとあのセルビアだって。あ、わかったわかった。あ、来た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 。振り注いで中盤が全員分かりました。ああ、すごい、さすが。はい、どうぞ。クロアチア。マネ。はい。セネガルか。はい。あれです、サラ、エジプト。はい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 、それのどっちかと。なるほど。それしかヒントがない。なるほどなるほど。では答えをどうぞ。エジプト。ちょっとこれ僕もう無理かもしれないですね。これ何この、 B のチーム。B 多すぎやろ。これでも分かってましたよ、みんな。 B のエンブレム。ああ、これあそこかみたいな。これ合ってるかもな。あ、でも合ってるかも。マジっすか。じゃあ行きますか、第4問目。いいっすか、正解どうぞ。はい、ちょっとかなり一番自信ないっすけど。はい、スイス。え、これ逆にさ、もうなんか答えっぽくないっすか。なんかもう正直わかんないんで、僕もう言いますわ、それで。はい、どうぞ。ウクライナ。素晴らしい。おー、いやー、全問正解。いやね、あのね、出題が俺これ絶対シャフタルドネツクなんてわかんないだろうと思って入れたんだよ。はいはいはい、あのみんな、シャフタルドネツク有名ですよっつって。やっぱそうなりますよね、これは。あ、そうなのっつって、うん、いや、ま、マジ嬉しい。いや、さすがです。さすがいろいろなね、やっぱ選手のね、情報とか。うん、誰が情報系や。